第2回ランダムブースターボリューム6開封。どうもアーチです。というわけでランダムブースターボリューム6をまた買ってきました。一応ね、あのレアベイのトルネードワイバーンは前回の動画で出たんですけども、とりあえずまだ出てないのが5種類あるんでね、もう一度3つ買ってきました。レアのねトルネードワイバーンがもう1個出てくれたら嬉しいなと思っております。では早速開封していきましょう。ではまず一つ目からいってみましょう。はい、これですね。さあ何が出るのか。なんか中に入ってる段ボールの数でわかるみたいなことがあるみたいなんですけど、よいしょ。はい、開けてみましょう。お、ぐるぐるですね。はい、そしてよいしょ。あー、では開けてみます。よいしょ、じゃん。おー、これでも持ってないやつですね。どれだろう。おー、これですかね。イクシードイビルアイ、はいはいはい、イクシードイビルアイの黄色い方が出たんですけど、それの赤い方ですね。では2つ目いってみましょう。今のところかぶりはないですよ。はい、じゃあ出します。じゃん、はい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 、いきましょう。よいしょ。お、ドライバーがぐるぐるです。あー、でもいっぱい入ってるなー。段ボールがいっぱい入ってると違うみたいなんですよね。では開けてみましょう。よいしょ、ザン。あー、かぶった、かぶりました。これはどれだ。ファングフェンリルですね。ファングフェンリルは前回当たりました。かぶってしまいました。ラスト1個いってみましょう。前はね、この3個目でトルネードワイバーン出たんですよね。はい、じゃあ行きます。ザン、開けましょう。よいしょ。はい、お、今回もぐるぐる。よいしょ、ドライバーがぐるぐるだといいっぽい。あー、でも違うな、ダメっぽいですね。じゃあ開けてみます。これはじゃん。おー、赤いやつですね。赤いやつということは、どれだ？イクシードイビルアイですかね？はいはいはい。あー、どっちだろう？違うな。ファングフェンリルの 6GL ですね。はい。これが当たりました。これも被りがないですね。というわけで、ベイブレードバーストランダムブースターボリューム6。今回出たのは、ファングフェンリル PAT とファングフェンリル 6GL、そしてイクシードイビルアイの GAT でした。トルネードワイバーン出ませんでした。まあまあ、そんなに頻繁には出ないですよね。うん。でまあ、被ったのがこれだけですね。あと2つは持ってなかったんで、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思います。で、それぞれまた、ね、レビューしていこうかなと思っております。これいいですよね、このコロコロのやつ。これ結構強いんですよね。でこの後ろがこういう一方方向のローラーになってるのも初めてです。じゃあ今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はぜひ登録よろしくお願いいたします。あと高評価いただけると今後の活動の励みになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。